アドルフ・ポリッツァーは、ハンガリーのユダヤ人バイオリニスト。ポリッツァーは、ペシュトに生まれた。1842年、ペシュトを離れて、ウィーンに赴いた。彼は、ウィーン国立音楽大学において、バイオリンを、ヨーゼフ・ベームに指示し、14歳で同行の一等賞を獲得した。ドイツでの演奏旅行を終えた、彼は、パリへ向かい、ジャン・アラールの下で研鑽に励んだ。 1850年にイギリス海峡を越えてロンドン入りすると彼のバイオリニストとしての優れた才能はしばたたく間に知れ渡るようになる。彼はマイケル・コスタの下でハー・マジェスティーズ・シアターの指揮者を務め新しい還元楽団やロイヤル・コーラル・ソサイティも率いた。ポリッツァーは室内楽曲に卓越した解釈を見せその演奏は偉大な様式と呼ばれるようなものだった。 バイオリンの教師としての彼は、当時のイングランドで最も優れた人物とされ、多くの文下生が彼の指導の下で才能を花開かせた。1861年、ロンドン音楽演劇アカデミーが開校されると、ポリッツァーは、バイオリンの教授に就任した。1870年までこの職を務めた、彼は、同年にヘンリー・ワイルドの公認として、アカデミーの学長に就任し、 生涯この職に泊まった。彼はロンドンに没した。ポリッツァーの門弟にはハロルド・バウアーやエドワード・エルガーラがいる。ありがとうございます。